ろしくお願いします。はい、見つかった。はい、今状態などいかがですか。状態は別に悪くはないと思います。うん、まあその辺いつもね最後までよく調整していてという体にも現れているかと思いますけれど、どんなこと心がけて日々準備してますか。どんなこと、どんなこと、まあそうですね、どんなことだろう、どんなことかしてるの。どんなこと、例えばスピードを下がるようにいろいろあるじゃないですか。まあ、自分の課題っていうか、その、まあ、ヘディングだったり守備の面でっていうのは、まあ、課題はずっと見えてるんで、まあ、そこをずっと練習で、まあ、残ってやったりっていうのはずっと意識してやってるとこだっとこですか。よくヘディングしてるのを見ますけど、やっぱはっきりとね長い距離跳ね返せるのってみんな助かると思うんで、はい、そうですね、やっぱり大きい分やっぱりそこも期待はされてると思うし、やっぱ負けちゃいけない部分だと思うんで、自分でもだからそこはより確実にやっていくためにもヘディングはずっと続けていて、あとよく2人でも見てるんですけど、両足の本当に強さと速さを伴って、はい、でなおかつ正確でって結構見てるの好きなんですよ。気持ちいいんですよね。はい、まあ、そこもやっぱ自分の持ち味なんで、やっぱりそうですね、どっちも蹴れるっていう持ち味を試合で出せれるようにしていきたいなと思います。で、あとは試合の時とかでどういう時にどうそのキック見せるかって判断の部分とかチャレンジとかっていうののイメージだと思うんですけど、はい、いかがですか。まあそうですね、イメージはできるし、やっぱりロングボールっていうのが、まあ、展開だったりサイドチェンジだったりっていうのも、まあ、自分でもイメージできてるし、そこも持ち味だと思ってるんで、まあ、試合でそこ見せれたらいいなと思います。普段ハーフコートのゲーム多いじゃないですか。はい、そうすると戻る距離が倍になったりとかで、若干やっぱフルコートの面でのって違いなどっていうところで、まあ、意識するところだったりどうですか。まあ、普段狭い中でやってて、やっぱ試合感っていうのはやっぱり他の人よりないとは思うんで、まあ、そのゲーム内容だったりゲームの流れだったりっていうのをしっかり見ながらやっていきたいなと思います。なんか盛岡に知ってる選手とかいますか。今はいないですね。前はいたんですけど、今はいないです。どんな印象を持ってですか。まあ、印象やっぱりそのロングボールっていうのが少ないチームで、やっぱりキーパーからつないでくるチームだとは思ってるんで、まあそうですね、そのつなぎがうまいチームだと思います。最初の競り合いではっきり勝って味方につなげるぐらいのヘディングはね、まあそうですね、それその、まあ、攻撃の起点になれればいいなと思います。で、まあ、あの福岡時代など含めてその上位争いしているチームに、まあ、食ってやろうじゃないですけど、そういう野心とかは十分わかると思うんですけど、はい、受ける側、まあ、受けるというとちょっと言葉あれですけど、どんなところ気をつけなければと思いますか。まあ、自分たちも大学の時に J1 のチームに勝ってるんで、まあ その気持ちは本当に十分わかるんで、まあ、こっち側からしたらその、まあ、油断しないというか、そのやっぱりいつも通り相手に合わせるんで自分たちのサッカーできるようになっていくしかないです。大学の時とか駒場でやった経験はないです。ない。明日楽しみにしている方々へ、ね、あの一言メッセージをお願いします。まあ、普段出れてない選手も多い中でやっぱりみんな気合入ってると思うし、その中でまた自分たちもサポーターにアピールできたり監督にアピールするチャンスだと思うんで、まあ、自分たちも一生懸命頑張ります。はい、守備もそうですけど、セットプレーでガツンと最初にやったらもう決まると思いますよ。まあ、そうですね、本当にセットプレーでも決まるんでゲームは、だから、まあ、そこも自分のアピールポイントだと思うんでやっていきたいです。はい、期待します。ありがとうございます。